全部塗っちゃえば一緒じゃねみたいな。位置がうまくいかんかった。白羽の匂いがする。こんにちは、くまみきです。今日の動画はじゃじゃーん、プラザ購入品紹介やっていきたいと思います。ピンクの袋が可愛い。もうテンション上がっちゃった、これ受け取った瞬間。今ね、ウイルス対策で結構多いと思うんですけど、コスメのテスターが使えないっていうとこマジで多いですね。だからちょっと思ったよりコスメ買わなかったなと思いつつ買ったではね、コスメに限らずちょっといろいろ買ったのよ。気になってたやつをまとめて買ってきました。ということで何からいくじゃあコスメ、食べ物、その他の順で紹介します。まずはこちら、エッチュセアイエディションブローマスカラ2番のアッシュピンクです。なんかエテュセリニューアルしたよねすごいいっぱいいろんなとこで広告見るんだけど、めっちゃめっちゃおしゃれな雰囲気に変わったの。高級感ある感じになったよね。それで気になっててね、買おうかなって思って見てたら、アイブロウマスカラアッシュピンクとかあるのと思って、もうピンクの私にぴったりじゃんと思って1個買いました。この入れ物がすべすべサラサラしてて気持ちいいです。ブラシはこういう形です。アッシュピンク？ピンクブラウン？ピン…どうですかね。ほんのりピンクのなかなかのアッシュブラウンって感じですねもっとピンクかなと思ったんだけど、でもブラシは普通に塗りやすい。元の眉毛がさ、カラーしてて明るい眉毛の色だから逆にちょっと暗くなりました。で、他の色がアッシュミルクティーとアッシュブラウン、アッシュグレーということで、みんなアッシュ系なんだね。で、お湯で落とせるそうです。ウェブサイト見ると3月26日発売商品ってなってるんだけど、プラザミニプラロフトにて3月12日より先行発売ということで、だから私買えたんだ。私買い物行ったのが3月の18日なんですけど、ちょっと早めにゲットすることができました。あと他にもエテュセ買ったんだけどね、でもね、昔のデザインなの。エテュセオイルブロックベース部分用化粧下地、これなんか有名だよね。テカリ毛穴修正液、すごい有名だから前から気になってたんだけど使ったことなくて、普通にメイクする前の下地としても使えるし、ファンデーションの上からも使用できるって書いてあります。今ファンで塗ってる、上からちょっと塗ってみよう。これ白いなんかマニキュア塗るみたいなハケですね。ちょっと塗って指でポンポンポン、サラッてした、すごい。皮脂吸着効果のある粉末を配合しているため、白くなったり強くこするとポロポロとした小さなカスになる場合がありますが、品質には問題ございません。触り心地もサラサラになった。買ってよかったけど、多分ねこれもまた新しく出るんだよね。で、調べたら多分これじゃないかなっていうのがあって、フェイスエディションプライマーフォーオイリースキンっていうね、今度ピンクのパッケージの、多分これ同じやつだと思います。デザインが一新してるっていうあれだと思うんで、うちの方が可愛かったなと思ってちょっとショックなんだけど、でもこれ発売がちょっと先なんだよ。4月23日発売って書いてあるから、ギリギリ最後の1個思い出として前のデザインのゲットできたということでいいかっていうね感じですね。でもピンクが良かったうちの方が可愛い。はい、じゃあ続いてはですね、さっき1個眉マスカラ買ったんですけど、実はもう1個違うブランドも買いました。こちらです。デジャビューのアイブロウカラー1番アッシュブラウン。デジャビューといえばマスカラのイメージが強いんですけど、眉マスカラ出たんだと思って、フィルム眉カラー1本1本固めず自然綺麗に発色ということで開けてみます。中身どんな感じかな。お、ちっちゃちっちっちっちゃ、さすがさすがで、じゃあこんなちっちゃいブラシの眉マスカラ私見たことないかも。下まつげ用のマスカラみたいじゃない。え、すごくない。持ちがいいのに、こちらもお湯でオフできるタイプ。フィルム眉カラー、ほんとあのマスカラの技術をさ、こっちにも活かしましたって感じだよね。直径3ミリのブラシだって。ちょっとつけてみよう。うわ、
細かこれ一本一本狙いやすいな。手に塗るの忘れた。ちょっとびっくりしすぎて、さっきのエテュセのやつ残してあるのよ、比べたくて。こっちの方が黄色みが強いブラウンって感じ。はい、こんな感じですね。上がエテュセで下がデジャビュー。ブラシの大きさの違いがすごい。でもまあどっちも塗りやすいですね。デジャビューの方が一本一本ね、細かい作業ができるなって感じではあるんですけど、感動した。なんか束になりにくい気がするな。てか本当にブラシがちっちゃいから下まつげとか塗ってみたくなっちゃう。うわ、塗りやすいよこれ絶対まあ下まつげこんな明るい色することないと思うけど、めっちゃ塗りやすいからなんかね、作品撮りとかでめっちゃ明るくしますみたいな時とかあったら面白いかも。これで塗ってみても。感動しながら次の紹介いきます。次は楽しみにしてたこちらです。ラローシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップローズ。私がいつも使ってるこの日焼け止めのピンクバージョンがね、出たということでやっと買いました。ラローシュポゼってほんと肌に優しい日焼け止めで、以前も私動画にさせてもらってるんですけど、これの白の方がこんなお色で塗ると、はい、こんな風にトーンアップするんですけど、ピンクこっちに塗ってみます。超ピンクって感じじゃなくて、ちょっとピンクベージュって感じですね。使用感変わった？軽い気がする。なんかもうちょっと濃厚ってか、伸ばす時にちょっと前の方が重めな気がしたけど、気のせいかなこれは。SPF50+ の PA4+ ですね。日焼け止め乳液化粧下地ということ で、肌が揺らぎやすい花粉や PM2.5 が気になる、紫外線が気になる、洗顔料で落としたいという方におすすめって書いてあります。喋ってる間に塗り終えましたが、同じぐらいトーンアップしたんじゃないですか。ピンクの方がね、肌なじみがいいと思うんですよ。結構私化粧下地でピンクのコントロールカラー使うことが多くって、これ発売された時に、え、じゃあうちにあるピンクの下地さ、今までここだけ塗ってたけど全部塗っちゃえば一緒じゃねみたいな感じで、ちょっとなかなか消費しきれないのをそれで頑張って消費したりとかしてたんだけど、まあそれも使い切ったということで買いましたよ。ピンクだからちょっと血色感がプラスっていうのもここにも書いてあるけど、それがいいかなって思います。白の方は本当になんか、あー透明感って感じだったけど、ピンクちょっと健康的な感じになるんじゃないかな。多分これからリピートするのはこっちになってくる気がします。さあコスメまだありますよ。まずはさ、こっち見せたい。全然新作じゃないんだけど、これサナエクセルスキニーリッチシャドウの SR05 番、ウォームブラウン。2年連続アットコスメベストコスメアワードのアイシャドウ部門で1位。いや、このカラー絶対使いやすいじゃん。で、私オレンジ系のアイシャドウめっちゃあるんですよ。でもみんなね、ちょっともっと色数が多いパレット系で、ちょっと持ち歩くとかがしづらいやつだったのね。で、これがすごく肌なじみ良さそうだし、持ち歩きもしやすそうだし、いいなって思って欲しかったの。絶対なじみやすい。そして明るいオレンジがね、すごい可愛らしい色だなと思います。ハッピーな感じ。ちょっと色味ね並べてみたんだけど、この明るいブラウンもちょっと黄みがかったブラウンでいいですね。すごい綺麗です。これから使うの楽しみ。普通にデイリーメイクに良さそう。そしてコスメ最後の一個がこちら、クリオプロアイパレットの1番、新プリーピンクっていうものか。最近よく見るなと思って、このクリオっていうので、色がねピンクかコーラル系か迷ったんだけど、こっちでちょっとオレンジ系ゲットしてるのと、オレンジ系のシャドウは多いのでピンクのパレットにしました。おー、かわいい。見て、めっちゃかわいい。うわ、色の名前がまたかわいいぞ。レターミーとかワンキスとか、なんかいろいろ書いてある。で、開けるとこんなブラシも入ってます。デイリーメイクもねできるし、キラキラ系も多いのでパーティーメイクにも使えそうです。ちょっとね、腕に塗ってみたんだけど、かわいすぎて事件だよ。位置がうまくいかんかった。ちょっと同じ配列で並べて塗ってみました。捨て色なしの可愛さだよこれ。わかりづらい、どうしよう。めっちゃ気に入った色紹介するね。ここの2つのキラキラ、レターミーとラッキーユーっていう、このラメがめっちゃ可愛いです。レターミーとラッキーユー塗ってみたんだけど、どっちもなんかね、ピン
ックだけじゃないいろんな色を感じる、黄色とか青とか、ちょっとマットなカラーでわーってメイクした後中央だけジョンってラメつけたりとか、そんな風に使いたいな。わーこれは買ってよかったんじゃない、もう早速気に入っちゃった。久々になんかアイシャドウパレットであーってなった、よきよきな出会いです。はい、というわけでコスメが以上になって、食べ物じゃん、韓国のお菓子ハニーバターアーモンド、かわいいイラスト。これなんで買ったかっていうと、お店の他のお客さんの女の子たちがこれ美味しいよねっていう話をしてて気になったから、全然関係ない私が取って買いました口コミ大事、食べちゃうよ。意外とおつまみっぽい見た目だった。幸せの匂いがする。そう、それはデブの匂い。いただきます。アーモンドだから意外とヘルシーなんじゃねっていう、すごい前向きな気持ちで頑張って食べてる美味しい、幸せ。甘じょっぱいの大好きなの。蜂蜜の香りとバターの香りで、あれなんか待って、これはディズニーランドの匂いだ。プーさんのハニーハントのあたりの匂いがする。ディズニーランドに行きたい。切なくなっちゃった。美味しいけどディズニーランドに行きたいよ。あーちょっとお家でディズニー気分味わいたい人は食べて。ちょっと私は悲しくなってるけど、でもとっても幸せの味がするなんか落としちゃったぐらいパニックというわけで、続いてはその他です。その他2つあります。まずこちら、ヘアピンです。ちょっとくすみのあるパステルカラーがね3色入ってて、あーなんか今年っぽい色だなと思って買いました。結構私こうやって片方かけてることとか多いから、こっちだけピンでちょんちょんちょんって止めたりとかしたいなと思って、たまにこういうの買うんだけど、いつもつけた後あーなんか違うかもって取っちゃうんだけど、これ割と落ち着いた色だし、なんか使いやすいかなと思ってチャレンジしたくて買ってみました。で最後がですね、こちらです。お胸ふっくらブラっていうナイトブラです。夜用のノンワイヤーのタイプ。私絶対にナイトブラする派なんですけど、なんか今使ってるやつがね使いすぎてクタクタになっちゃって、でなんかないかなと思ってちょっとこちらを買ってみました。っていうかなんならさ、こういうので割としっかりしてるのに出会えればさ、家にいる時とか普通に寝る時じゃなくてもこれで過ごしちゃったりするぐらい、こういうの楽なんだよね。はーい、黒です。中にねしっかりカップが入ってて、横にいっぱいカップがついてて真ん中についてる薄くなっていく感じなんで、こう横からしっかりサポートっていう感じかな。この中央のところにホックがあるんだけど、ブラつけて最後ここのホックでグッてしっかりサポートするっていうタイプですね。今使ってるのと似てます。はい、こんな感じでね360度お胸をサポートという感じで、もうこれがあるとないとでは全然安心感が違うんですよね。脇肉背中すっきりとかそういうワードめっちゃ惹かれる。でこのパッド取り外しもできるんだ。早速今日からねこちら使っていこうかなと思います。ちょっと私本当あのナイトブラとか普通に日常のブラとかなんかいろいろ研究したいなって思って、ここのがいいよとかあったらぜひ教えてください。はい、というわけで今回のプラザ購入品以上となります。いやテンション上がるアイテムがたくさんありましたね。ちょっと新しいコスメもいろいろ増えたので、最近本当にやっぱ外出ねできる機会が減ってるんですけど、コスメとかでねテンション上げて、私家の中でも本当やる気出したい時は化粧するんですよ。家で部屋着でダラダラすっぴんでいるとマジでスイッチ入んないから、自分のスイッチを入れるために化粧をしたりするんですね。まあ完全なフルメイクってことは少ないんですけど、とりあえずベースと眉毛だけとかね、ラローシュポゼ使ってやったりとかするから、テンション上がったこれで。なんかメイクの研究したくなりますね、こうやって新しいの買うと。もし皆さんこの春買ってよかったコスメとかねあったらぜひ教えてください。で最後に今日のお洋服とリップ紹介です。今日のお洋服はすごいなんかすごい光ってるねミスティックで買ったお洋服です。でリップが花笑みマーブルリップ&グロスのポピーのリップもグロスも塗って、で
唇の中心の方だけちょっとピンク加えたくなったので、ちょっとお土産でいただいたやつで情報があんまり曖昧なんですけど、ホリカホリカ PK10 番っていう韓国のリップです。グロスか。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。